マウスピースを作ってらっしゃるんですか？マウスピースを最終的には作りたいんですけども、今はマウスピースにつけるこういう部品とか、この中につける部品とか、まあ、これも中につけるんですけども、こういうのを作ってます。準備どうですか？早速忘れ物をしてっていう緊張のすごい汗、違う汗が出る。本当ですか？大丈夫でしょ？待って、大丈夫です。どこやったの？消えたな。大丈夫？でも果たしてなるのかって言ってた。Thank you.
れ様。2021部隊の着守り、そちらの様子はどう？良好です。そう、ならよかった。突然で申し訳ないのだけど、こちらの世界には緊急事態宣言が発令されたわ。どういうことですか？簡潔に伝えるの。謎のウイルスに脳を犯され、人間たちは考えることをやめて経営者に困ってしまって、とにかく人類絶滅まであと5日って感じよ。そこで2021みたいな生き物にやってほしいことがある。わかりました。ありがとう、君に託すわ。当日熱のある方や体調が優れない方は入場禁止よ。また感染者との濃厚接触やキスなんかした人はもう当たり前に入場禁止よ。それと必ずマスクをすること。会場にマスクをしていない人はいる？いません。いたらつまみ出しなさい。ただじゃおかないわ。はい。次に人との間隔を2メートル以上空けなさい。親密な関係の人間同士もダメよ。少しは距離を取ることも大切よ。それと会場での飲食は禁止。でも2021はきっとすごく暑いわよね。熱中症にならない程度の水分をとっていいわ。入り口の消毒も必ず。物を受け渡すときはお互い必ず手袋をすること。2021部隊の会場はとても綺麗だから写真を撮りたくなることもあると思うけど、集合写真などは禁止。集合写真を SNS や他の星に見せびらかすなんてことは絶対に禁止だわ。ステージに立っている人やブースの人は撮影 OK かその人に直接確認、SNS などに載せてもいいかも。その都度確認することで、あなたはこれらを全て監視管理し、創造祭り01というアイデアを増やす祭りを決行しなさい。人類の存続はあなたにかかっている。ちょっと待ってください。もう少し聞きたい言葉。時間がないわ。次は
いていただけるか、楽しんで聞いていただければと思います。それでは楽しんでお聞きください。
疲れました。さあ、本日は命がけと言わなくてももう過言でもないですね。本日はご来場ありがとうございます。本当にご清聴ありがとうございます。ちょっと転換がありますので、この曲について簡単2秒ぐらい説明します。はい。この曲は1906年、ポール・デュカスという人が書いたミラネルという曲になります。こちらの曲はですね、フランスの高等音楽院、コンセルバトワールのホルン科の入試の曲になっております。でもまあ、なんとか頑張りました。どうもありがとうございます。で続いてお送りします曲は、今度はフルートのデュオ曲になります。大野瀬さんの作曲の川下りという曲になります。穏やかな川の中流あたりをカヌーでゆったりと下っているような穏やかな曲になっております。どうぞご清聴ください。
す形とかで、結構自分でアレンジ考えてるんですけど、あんまり他で聞けないようなサウンドになってるので、よかったら、覗いてもらえると嬉しいなと思います。すごい、めっちゃ楽しい。よかったら来てください。在宅アクシーンっていうね、ほぼ家で録音したんで、95% 家で録音したんで、感染対策バッチリなんで、これ聞くと免疫力上がるんで、よかったら。すごい、ぜひ遊びに来てください。あと行きます。はい、ここのブースは何ですか？すごいいっぱいある。ありがとうございます。どうぞ。岡山県服部高校から来ました。こうやって明るくならない。私自身はこのシーズンに東京に行ってきました。服部高校に東京に来ました。これギリですね。そうさせていただいております。佐川瑞希です。今日は自分のオリジナル CD と、サックスタジオで組んでます。ミラホリックバンドのデモ CD やライブグッズなど貸せていただいております。そして、私が曲を紹介させていただいているロケットミュージックさんのロケを、今回たくさん持ってこさせていただきました。みんな聞いてますか？聞いてねー、ちょっと皆さん聞いてよね。いっぱい撮ってきたから見に来てください。いいわ、これ渡してください。はい、よろしくお願いします。長原瑞希でした。拍手。はい、今後ろに今と申します。 3D プリンターで楽器関係の小物を作って、今日はまだトランペットのものしか作ってないんですけども、3種類持ってきています。で、今日ホルンの方とか他の楽器の方ともいらっしゃると思うので、なんかこういうの作ってほしいなとか、こういうの作ったら面白いんじゃないっていうアイデアがあったら、ぜひ教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
この曲はピアノの音のみを加工して楽しげな現代音楽をテーマに作りました。それではどうぞ。
自身のアーティスト活動をさせていただいております。トランペットを知らない方ってちなみにいらっしゃいますか？いないですよね、みんな知ってますよね。ありがとうございます。このメジャーな楽器トランペットなんですけど、まあ、割とこう、なんていうんですかね、高い音とかすごいかっこいいっていうイメージもある方多いと思うんですけど、私はトランペットのね、もっと深い部分、例えば柔らかくて優しい音色であるとか、こうしっとりと心に染みるような音とか、そういうのもトランペットにあるんだよっていうのを結構発信していきたいなと思って、そういう活動を、しております。そして先ほど演奏させていただきました曲は、シャイニーメダルと言いまして、皆さん多分誰も聞いたことないと思います。私が作りました。ミラフォニックっていう、アルトサックスとトランペットデュオのチームを組んでおりまして、そちらのオリジナル曲となっております。さっきの曲ちなみに毎回聴きたいよって方はあそこのブースにて販売しておりますので、よかったら立ち寄ってみてください。実はですね、今日この曲をやる予定は本当はなかったんですよね。今日の2時ぐらいに地元さんからすいません、ちょっと曲変えてくださいって言われてオール変えましたっていう感じなので準備がギリギリになっちゃったんですが、なんとか吹けてよかったです。皆さん本当に手拍子ありがとうございました。次の曲なんですけれど、ちょっと真面目な話を、こんなご時世になってしまいました。ちょっと前まではね、例えばそのフェスとか行ったり、路上で誰かが演奏してたり、そんなのを気楽に弾ける時代がありました。そんな中で、こうやって今回の創造祭り、木守さんのおかげで素敵なステージがたくさん、あったと思います。私もとても刺激になりました。コロナってもう本当にうんざりですよね。すごく嫌ですよね。そんな中でもこういう風に頑張ってる人がいるっていうのは、私はなんかこうすごく素敵だなと思って今回参加させていただきました。頑張ってる人のために、応援歌を作りました。先週くらい。もうタイトルもそのままエールというんですけれど、こちらの曲はですね、私ツイッター結構やってて、かなりツイッターランドの住人なんですけど、そちらの方の固定ツイートって一番見出しの部分に楽譜と音源、そして参考音源など、載せております。誰でも吹いていい著作権フリーの曲になっております。音楽を通してたくさんの方が元気になったり幸せになったり、そんな気持ちになれるように作りました。しっとりとバラードをお届けしたいと思います。それではエール、みんなの心に届きますようにお聴きください。
舞台上に一緒に出ます。皆さん、はじめまして、この矢田と申します。今回はですね、一人芝居をこちらでやらせていただきたいと思います。今日ね、素敵な演奏の皆様と同じように、私も、初めて自分で本を書いて、今回のためにチャレンジしようかなと思ってやってまいりました。いやー、緊張してます。それでは皆様、そうですね、まあ、舞台で見たことがある人もいらっしゃると思うんですけど、そうだな、なんか水飲みながらとか、ちょっと肩の力抜いたりとかしてゆったり見てもらえればいいかなって思います。それでは皆さん最後までどうぞ楽しんでいってください。ただいま。今日の日記ね。今日は、後輩ができた。めっちゃ素直な子やった。一緒に成長できたらいいな。今日もお疲れ様で。今日も行ってきます。ただいま。1年ぐらい仕事してるよね。まだミスすんの？ちょっとやめてよ。そのメガネどう入ってんの？ふざけやがって。入ってる、見えてる。あんたのだらしない服装だって、関係だって全部見えてる。
日記のルール。その日の出来事を書くこと。明日の自分につなげること。おはよう。行ってきます。行ってきます。好きであまりですね、四国の田舎から
小田さんの生まれ育った横浜に引っ越してきました。すごいでしょ。四国っていうのは皆さんが想像するより田舎であります。服部管楽器岡山店なる岡山が大都会に見えるほどの田舎です、ね、そんなとこから出てくるっていうのはとっても勇気がいりましたけども、小田さんが好きっていうのが9割、あとついてきてくれる女性がいたっていうのが1割です。おお、それが今の妻であります。いい話ですよ。はい、で、その小田和馬さんがですね、もしかしたら世に出ていなかったかもしれないという話をします。彼は学生時代バンドを組んでて、でもその音楽で食べていく、つまりプロになるという気持ちは全くなかったそうであります。音楽の専門的な教育を受けたわけでもないし、それぞれがそれぞれの学問をしていたし、で、当時ヤマハのライトミュージックコンテストっていうのがありました。それに出て1位になって、それを思い出にそれぞれの道に進んでいこうと決めたそうであります。地方予選を順調に勝ち進んで、いよいよ決勝戦、彼らは2位になってしまいました。全国で2位ですから、それでもとってもすごいことなんですけれども、彼らにとっては1位じゃなかったということが引っかかったわけです。音楽に区切りをつけるつもりが逆に大きな心残りになってしまった。で、このまま辞めるわけにはいかないと活動を継続します。続けていくうちにいつしかプロになり、さらに時を経てブレイクしていったわけです。その時1位になったのは赤い鳥というグループでした。それでは赤い鳥が歌って1位を取った曲を聴いてください。武田の子守歌。
は動けなくなってただ君を見送る君のことは考えないようにしてたきっと好きになるって分かっていたからでもそれは無駄なことだったやっぱり好きになってしまった大変嬉しいです。よろしくお願いします。